バイリンゴウェブマガンミュジン d i g t o k y o m u ー i c and p a r t 2 9英国発のビッグビート1編ヒップホップとワールドミュージックの影響を取り入れたファットボーイスリムとケミカルブラザーズ一、プロローグ。80年代90年代初期において DJ という存在は世間一般の間ではアンダーグラウンドなものでしかありませんでしたラリー・レヴァンやフランキー・ナックルーズなどアメリカのハウスシーンやテクノシーンを牽引する DJ たちは一部のゲイコミュニティやパーティーピープルの間では神のような存在ではあったもののそれはあくまでアンダーグラウンドシーンにおいてでしたハウスミュージックの創始者と呼ばれる人物さえ 道幅ですれ違ってもまず顔が認識されるようなことはありませんでしたまたハウスやテクノのトラックが収録されたレコードがそのアンダーグラウンドシーン内の DJ の間で普及することはあってもそういったレコードがメインストリームラディオでかかったりポップミュージックのシングルやアルバムとして大掛かりにプロモーションされたり一般のリスナーの手に渡ることはほとんどありませんでした。 DJ にとって自分のレコードボックスに入っているレコードは武器でありましたが一般の人々にとっては財産とは言えませんでした DJ 同士の間でも自分がかけているトラックの正体が知らないようにレコードのレーベルを隠すことさえありましたそして既存の人気曲を勝手にリミックスして作ったレコードはあくまでも違法なブートレッグであり言うまでもなくそれを無許可に販売することはもちろん 許されませんでしたそもそもダンスミュージックや DJ の魅力というものはトラック単体にあるのではなくトラックとトラックをブレンドしたりつなげることを繰り返す中で織り出す,トリップなのです DJ のミックスが収録されたブートレッグのカセットテープがコアなファンの間で広がるようになった90年代中頃から DJ のミックス CD というものが正式にリリースされるようになります。 しかしそれでも DJ のオリジナルアルバムというものは珍しい存在でした2000年頃にかけていわゆるスーパースター DJ の先駆けの一人となった英国のポール・オーケンフォールドでさえ初めてのオリジナルアルバムをリリースしたのは2002年でした世界において DJ の顔が知られるようになりポップやロックミュージシャンと匹敵するぐらいの存在に初めてなったのが ノーマン・クエンティン・ティクックという英国のおじさんですククックが「ファットボーイ・スリム」という名義でデビューした90年代半ばの時点ではすでに英国の音楽シーンにおいてはベテラン的な存在でしたエレクトロニック・ダンス・ミュージックのオリジナルアルバムを世界的に大ヒットさせたのがファットボーイに加えケミカル・ブラザーズザ・プロディジーアンダーワールドといったユニットです英国出身の彼らは アメリカのヒップホップのサンプリング文化に刺激され英国のポップやロックアメリカのハウスやテクノ英国のアシッドハウスなど幅広い音楽の要素をブレンドしヒップホップに由来した太いブレイクビーツと組み合わせることでビッグビートというジャンルを確立させましたビッグビートはディスコ以来初めて欧米のメインストリームいわゆる「売れ線」でブレイクしたダンスミュージックとなりました 今回から2回に分けて英国発のこの4組を中心にビッグビートというジャンルを取り上げます、2. ファッットトボーーイスリムとビッグビグの誕生ノーマン・クエンティン・クックは1963年にロンドン南東部にあるブロロムリーンンドン特別区で生まれまれした幼い頃から音楽に慣れ親しみティーネージャーの頃からパンクやニューウェーブのバンドでドラムベース ボーカルなどを担当しましまた。一方で DJ も趣味としてやるようになりました海浜リゾート地であるブライトンの大学に通うかたわら近所のさまざまなクラブで DJ の腕を磨くと同時に幅広い音楽スタイルに触れるようになりましたこの間に後にテクノの大物 DJ となったカール・コックスと出会い DJ テクニックを教えてもらうと同時に ダンスフロアにいるクラバーたち以上にノリノリなコックスのペルソナを見てエンターテイナーとしての DJ のあるべき姿について考えるようになりました。1985年にはインディ・ポップのバンドハウス・マーティンズのベース担当として加わり2枚のオリジナルアルバムが英国音楽チャートのトップ10入りを果たしたもののこのバンドは88年には解散しました。その後は ソロの音楽活動を続ける傍ら、ステュディオミュージシャンを集めて、Beats International というグループを結成し、d o v Be Good To Me というシングルで英国シングルチャート1位を記録しました。この曲はアメリカのジャムアンドルイスがプロデューサーを務めた SOS バンドの Just Be Good To Me の歌詞をほとんどそのまま引用し、英国のパンクロックバンドザ・クラッシュの ブリックストーンの10のベースラインもそのままサンプリングしていたため法的な争いへとつながり最終的に負けたクックは印税の2倍を返済することとなりましたクックはその後もあまりにも多作ぶりのため複数の名義を利用しながら音楽のリリースを続けていきます 転換期となったのは1995年にブライトンでオープンしたビッグビートブティックというクラブのレジデントになったことでした。レギュラー DJ を務めることで実験的なプレイを続けながら自分のスタイルを確立することができたからです。そして96年にファットボーイスリムという名義を使用するようになりました。同年にクックはそれまで溜め込んでいたトラックを中心にオリジナルアルバム ーを発表しましまたジャンルにとらわれない接中的なサウンドはこのクラブの名前にちなんで「ビッグビート」と呼ばれるようになりました「ファットボイスリム」曰く「ビッグビート」とはヒップホップのブレイクビーツアシッドハウスのエネルギービートルズのポップっぽさそしてパンクロックのアティチュードを少し融合させたものだそうです。 ファットボーイスリムは98年にセカンドアルバムロングウェイベイビーで国際的にブレイクしましたシングル曲ロッカフェラースカンク、ギャングスタートリッピングプレイズユー、ライト・ Right Here Right Now は全て英国でトップ10入りを果たしアメリカでも90年代を代表するパーティーチューンとして広く知られるようになりましたこういったアルバムはビッグビートというジャンルを世界的なサウンドへと成長させますが 一方でファットボーイスリムとといいえば、何より DJ としての功績も大きい人物です。当時 DJ の活躍の場といえばクラブパーティーやレイヴがメインでしたがファットボーイスリムは90年代後半に急速に人気を集める中でポップやロックの音楽フェスのメインステージで DJ プレイをするようになりました当初はまだ DJ の演奏に VJ などビジュアルが伴うことは珍しく ロックバンド用の広いステージの真ん中にターンテーブル2台とミキサーのみが置かれた小さなテーブルがポツンと置かれただけという何といっても心細いセッティングだったそうですレコードを回すだけではロックバンドの迫力にかなわないと察知したファットボーイは手をノリノリに振りながら踊るようになり少しずつライブショーとしての DJ プレイの形を探っていきました かつてのバンドマンとしての経験やカール・コックスから受けた影響が大きく役立ったそうです2001年7月英国のテレビ局チャンネル4がクリケットの試合の放送権を得ると英国中の屋外の巨大スクリーンで放送することを決めましたその会場の一つがファットボーイの DJ としての拠点であったブライトンのビーチにありました ある金曜日にクリケットの試合の放送がなかったことを機にファットボーイが会場のスクリーンとサウンドシステムを借りてフリービーチパーティーを開催することとなりました最終的に6万5千人ほどが集まりこのイベントは大成功に終わりました後にこの時のプレイを収録したライブアルバム Live on Brighton Beach もリリースされました翌年の7月にも ビッグビーチブティック2が開催されますが想定していた人数を大幅に上回る観客が詰めかけました中止を検討するもののその時点で開催しないとなるとそれこそ暴動が起きるかもしれないということからやむなく実行することにしました最終的にブライトンの人口の2倍であった25万人がこのパーティーに訪れましたこのイベントでは死者が1人出て 大きななメディア騒ぎとなりました後にパーティー中ではなくパーティー数時間後の遊歩道から落下して頭をぶつけたことが死因だと判明しますがこの事件はその後のファットボーイの活動に大きな影響を与えましたこのビッグビーチ・ブティーク2のコンサート DVD はブラジルで爆発的に売れブラジル人がパーティーに出かける前に必ず見るウォームアップの定番となります。 これを機にリオでビーチパーティーを開いてほしいという依頼を受け最終的に36万人が訪れテレビでも全国放送されるという一大イベントとなりました以後ファットボーイは母国の英国以上にむしろブラジルでの国民的存在として高い人気を誇るようになりました2009年から2013年まで日本でもファットボーイスリム公認のオフィシャルパーティーとして ビビッグビーチフェスティバルが横浜八景島シーパラダイスと千葉市幕張海浜公園の特設会場で開催されました2009年2011年2013年にはファットボーイ自身がヘッドライナーを務め最後となった2013年には2万5,000人の来場者を集めました同フェスに2010年と2012年にヘッドライナーを務めたのがケミカル・ブラザーズです 3ケミカルビーツという独自のサウンドを追求するケミカルブラザーズエド・サイモンズとトム・ローランズはロンドン近郊で生まれ同級生として知り合いましたお互い若い頃から英国のニューウェーブのバンドの音楽を聴く一方でレアグループやヒップホップに衝撃を受け意気投合しましたサイモンズはマンチェスター大学への進学が決まると ポーランズもマンチェスターの音楽シーンに浸るためにマンチェスターに移住しました当時のマンチェスターのミュージックシーンの中心にあったのが「Music and Parties27」でも取り上げたように80年代後半の「セカンド・サマー・オブ・ラブ」の一つの震源地ともなった二ララ人はそこでアシッド・ハウスの宣伝を受けることとなります二人は1992年に「 近所のパブで DJ としして活動を始めましたアメリカのヒップホップグループのビーストゥ・ボーイズの曲を手掛けたことで人気を得たアメリカのプロダクションデュオの名前をそのまま借りて「ダスト・ブラザーズ」と名乗り主にヒップホップハウステクノをかけていましたその後自分たちのテイストに合ったヒップホップのインストゥルメンタルが足りなくなり独自でトラックを制作するようになりました それがロンドンを拠点としていたアシッドハウスの草分け的 DJ アンドリュー・ウェザーオールの目に留まりウェザーオールのレーベルと契約を結びました93年には2人のビッグビートサウンドを決定付けた「ケミカルビーツというトラックを発表しその傍らでリミックスを手掛けるようになりました94年にはロンドンのパブのレジデント DJ となり オアシスのギタリストのノエル・ギャラガーなど当時の英国のロックシーンで活動するミュージシャンと知り合います95年には初めて国境を越えてアメリカのイベントやヨーロッパの音楽フェスでプレーすることとなりますがアメリカのダスト・ブラザーズがそのアーティスト名に関して異議を唱え2人はケミカル・ビーツにちなんでケミカル・ブラザーズと改名しました新規一点。 95年の7月にデビューアルバム「Exit Planet Dust」をリリースし英国アルバムチャートで9位を獲得するヒットとなりましたこの直後に英国のバイジン・レコードと契約を結び英国のターン・ミルズというナイトクラブでレジデント・ DJ を務めるようになりさまざまなロック・ポップ・フェスでプレイするようになりましたまた日本でも東京の新宿・歌舞伎町のリキッド・ルームでも 定期的にパーーティーを開催しています。この頃にノエル・ギャラガーから声がかかりケミカル・ブラザーズ初のナンバーワンヒットとなった「Setting Sun」を発表しましたケミカル・ブラザーズは97年にセカンドアルバム「d i g Your Own Hole」をリリースし世界的にブレイクしますシングルの「Block Rockin' Beats」は英国の音楽チャートで1位を記録し アメリカでも後にグラミー賞最優秀ロックインストゥルメンタル賞を受賞するヒットとなりましたこのアルバムのヒットを受けて97年の夏にはアメリカと英国を中心にワールドツアーを行い売り切れの賞が続出するほどの人気を集めるようになりましたケミカル・ブラザーズもファットボーイ・スリムと並んでロック・ポップ・ミュージック・フェスのメインステージでプレイをするような存在となったのです 90年代終盤になるとビッグビートはメインストリームに浸透し映画や CM に起用されるような音楽となっていました一方で形外化するビッグビートにパイオニアたちは飽き始め分かりやすいパーティーサウンドからダンスミュージックへ少しずつ軌道修正を図るようになりました「ケミカルブラザーズの99年のサードアルバム「サレンダーではヒップホップっぽいブレイクビーツではなく ハウスっっぽいいいい通知を用いてている収録曲が多くなっています。このトランジションを最も象徴するのが収録曲、Hey Boy, Hey Boy Girl でしょう。ヒップホップの曲をサンプリングした歌詞「Hey Girls、Be、Boys b Superstar DJs Here We Go」はエレクトロニックダンスミュージックのルーツに敬意を払うと同時に2010年以降の EDM を予言しているとも言える作品です。 ケミカルブラザーズはその後多くのコラボレーションやリミックスを通してヒップホップやワールドミュージックなど幅広い影響を取り入れた音楽性を追求していきますが同時にリススナーををダンスさせるることを再認識すす。ようになります4枚目のアルバムの「come with us」に収録されている「it began in Africa」ではトライバルビーツやトランスの要素を取り入れスターギターはバレアリックビーツを使用しています。 5枚目のアルバム「PushTheButton」の1曲目「Galvanize」ではヒップホップと中東風のストリングスを組み合わせています4画期的なミュージックビデオを作り出したスパイク・ジョーンズとミッシェル・ゴンドリーファットボーイ・スリムやケミカル・ブラザーズの人気を大きく後押ししたのがシングルに伴うミュージックビデオが繰り返し MTV などで放送されたことでしょう ファットボーイの「ギャンスター・トリッピング」のビデオは映画監督のフランシス・フォード・コッポラの息子のローマン・コッポラが制作したものです一方「プレイズ・ユー」のビデオはスパイク・ジョーンズ率いる架空のダンスグループがあえてイケてないダンスをゲリラで演奏した様子を映していますこのビデオは99年の MTV ビデオ・ミュージック・アワードで画期的ビデオ賞最優秀振付賞 最優秀ビデオディレクション賞も受賞しましたジョーンズは他にもファットボーイのサードアルバム「Halfway the Between Gutter and the Stars の収録曲「Weapon of Choice のビデオの監督も務め複数の MTV アワードのみならず2002年のグラミー賞で最優秀ミュージックビデオ賞を受賞しましたこのトラックはスライファミリー・ストーンの「Into My Own Sing という曲をサンプリングしています フォーカルはファンクのベーシストのブージョーンズはケミカル・ブラザーズの「エレクトロバンク」という曲のミュージックビデオも制作しています本作の中では後にジョーンズと一時期結婚することとなったソフィア・コップラが体操競技の選手を演じていますケミカル・ブラザーズの名作ミュージックビデオを手がけてきたのがミッシェル・ゴンドリーです コンドリーは90年代前半には病句90年代半ばにはダフトパンクの画期的なミュージックビデオを多く手掛けて注目を浴びるようになっていました1999年にはケミカル・ブラザーズの「LetForeverBe」のミュージックビデオを制作しました2002年にはバリアリックビーツの「StarGuitar」のミュージックビデオを制作しました音楽と風景が完全にシンクロしたことが話題を呼びました 2015年にコンドリーが手掛けた GO! のミュージックビデオの中の汽車の車輪を彷彿させるシンクロした動きを無表情でするダンサーたちはとてもユーモラスに見えますトラック自体は名曲の2019年にはディスコを意識したグルーヴ感満載の「Got to Keep On」のミュージックビデオはタレントのベッキーの妹の ジェシカ・レイ・ボーンがダンサーとして登場していることで日本でも注目を浴びましたこのトラックは2020年にグラミー賞最優秀ダンスレコーディング賞を受賞しました5エピローグノーマン・クックというロンドン近郊で生まれたパンク少年だったおじさんがスーパースター DJ の草分け的存在となったことはとても大きな意味を持ちます ポップやロックミュージシャンというものは才能はもちろんのことルックスやスタイルが求められます一方で当時 DJ というものはクラブの片隅の陰に潜むような存在であり見た目はどうでもいいような存在でしたそもそも DJ とルックスを結びつける人は少なかったでしょうルックスは普通であったクックがファットボーイスリムとして脚光を浴び ポップスターあるいはロックスターのような注目を集めるようになったのです。すごいことにポップやロックのミュージシャンはバンドの多くの人数や楽器の生演奏で観客を熱狂させていたのに対してファットボーイはたった一人でターンテーブル2台あるいは3台とミキサーでレコードをかけるだけで 何万人にも上るクラバーやレーバーでない人でさえを、気の狂ったように踊らせることができることを示しました。これはロンドン生まれのアングロサクソン2人からなるケミカルブラザーズにも言えることです。英国の白人がヒップホップに夢中になって独自の音楽スタイルを生み出し、それをアメリカに逆輸入して大規模フェスでヘッドライナーを務めるような存在とまでなったのです。 まさに60年代のローリング・ストーンズらブリティッシュ・インベージョンのミュージシャンたちに匹敵する偉業と言えるのではないでしょうかケミカル・ブラザーズはそれだけでなくダンスミュージックが嫌いなはずのロックミュージシャンにさえリミックスを依頼されるようになりました一方でヒップホップアーティストたちともコラボレーションするというブラックミュージックとバワイトミュージックの境界線を自由に行き来したのです残念なことに こういったビッグビートのパイオニアンたちがビッグビートというエレクトロニックダンスミュージックをメインストリームにブレイクさせたことは一時的なものしかありませんでしたしかし彼らの活躍は2010年以降の EDM の世界的な流行のための地ならしだったと言えるのではないでしょうか皮肉なことに EDM の普及によっておじさん DJ たちは少し時代遅れの恐竜となりました EDM のススーーーパースター DJ は ベッドルームに引きこもって、ノートパソコンで音楽制作をしてきたようなオタクの青年ばかりとなりました。Music Parties 29英国発のビッグビート前編ヒップホップとワールドミュージックの影響を取り入れたファットボーイスリムとケミカルブラザーズ www.digtokyo.jp